閉鎖病棟は、母木義法制の小説。世間から下げすまされながらも、懸命に明るく毎日を生きる患者たちがいる。精神科病棟で起きた殺人事件をめぐって、患者たちそれぞれが描く、様々な思いをめぐらす様を描く。第8回、山本周五郎賞受賞作品。2001年と2019年に映画化されている。現役の精神科医でもある。 母木義法制による書き下ろし小説。病院の精神科の閉鎖病棟を舞台にした作品だが、トマス・ハリスのハンニバルシリーズのような昨今流行の異常心理ミステリーとは違った人間味あふれた群像ドラマである。九州のとある精神科病棟で重く苦しい過去を背負いながらも明るく生きようとする患者たちと、その途中で起こる殺人事件と、 その意外な結末を描く。一応は、サスペンスの形態をとってはいるが、それよりも、個性的な患者たちの生活に重点が置かれている。2001年と2019年に映画化。命の海クローズドワードのタイトルで2001年に、イーハーフィルムズによって映画化された。ロケ地は、佐賀県鹿島市。出演スタッフ監督の平山秀幸が2001年に、出会った原作に惚れ込み。 初めて自ら脚本を執筆。小福亭鶴瓶は、ディアドクター以来10年ぶりの単独主演。精神科治療を取り巻く環境をできるだけ現代に近づけるため、時代設定を2006年から2008年に変更している。2019年1月、長野県松本市にて、クランクインし、精神科の専門医療施設、小室高原病院の協力で2週間にわたるロケが、 行われた。2019年11月1日に閉鎖病棟からそれぞれの朝マイナスのタイトルで全国公開された。出演スタッフ命の海クローズドワードに関するカテゴリー閉鎖病棟からそれぞれの朝マイナスに関するカテゴリー。ありがとうございます。